まずはエアプランツといえばイオナンタだと思いますが、まずはエアプランツといえばまずはこのように小株が吹いているのを確認しました。このように小株が、このように小株がふくこのように外すことができました。こんにちは、ベトベンチャーです。今回は様々なエアプランツを1年間育てた変化を皆さんにご紹介したいと思います。最近では100均エアプランツを巨大化させる実験だったり、キセログラフィカを巨大化させる実験などを行っています。ご興味があれば概要欄からぜひこちらの動画をご覧いただいて、皆さんのエアプランツを巨大化させてみてください。早速1年以上育てたエアプランツをご覧いただきたいと思います。まずはエアプランツといえばイオナンタだと思いますが、こちらは私が購入した当時の姿になります。確かホームセンターで購入したものだったと思います。こちらを撮影したのが2021年6月の30日でした。それから約2ヶ月後の2021年8月の25日にこのように小株が吹いているのを確認しました。丸みがとても可愛らしい小株で、発見した時嬉しすぎて妻を呼んで見てもらったのを覚えています。それから1年以上が経過した現在ですが、ご覧ください。小株が大きくなったのと小株の数が増えています。そして発根した後に一緒に管理していたコルビーに着生してしまいました。発根しているということに気がつかず、近くにあったエアプランツに着生するという珍事が起きてしまいました。これはこれで面白いので、このまま育てていこうと思います。続いては100均で購入したストリクタをご紹介したいと思います。購入した当初から発根していたので、流木にワイヤーで固定していました。こちらの写真は2021年6月30日に撮影したものになります。ワイヤーで固定をしてから2週間ほどで活着し、その後はワイヤーを取り外した状態で管理をしていました。そして2022年9月の現在ですが、このように花を咲かせています。エアプランツは花を咲かせた後、小株を吹いて徐々に枯れていく植物なので、これからどんな小株を吹くのか楽しみです。着生して状態が良かったため、花は春ではなく真夏の猛暑に咲かせていました。1年間冬以外は外で管理していたので、丈夫な株に育ってくれたのかなと思います。続いては園芸店で購入したストラミネアを紹介したいと思います。こちらの写真は2021年6月の30日に撮影したものです。こちらの写真は購入から1週間後に撮影したものになりますが、このように見事に発根しています。流木にワイヤーで固定して管理をしながら1年以上経過した2022年9月現在の姿がこちらです。見た目としては葉が大きく、また多くなっています。発根していた根は流木をつかみ、ここからは離れないという意思表示に見えます。まだ花を咲かせていないので、どんな花が咲くのか楽しみな株になります。ちなみに紹介しているエアプランツはラクマに出品していますので、ご興味があれば概要欄からショップの方まで遊びに来てください。このチャンネルをご登録いただくと、私から商品をご購入される際にエアプランツを1つプレゼントしています。続いてはホームセンターで購入したブラキカウロスを紹介したいと思います。写真は2022年8月の11日に撮影したものになります。もともと大きかったブラティカウロスですが、現在どのぐらい大きくなったかというと、2022年9月現在の1年経過した現在は、このようになっています。海で拾って重曹で処理した流木にワイヤーで固定をして外で管理をしていました。大きさは元よりも大きくなり、特に茎を伸ばして植物体を長くさせています。去年の9月頃発根を確認した時には着生させる相手が見つからなかったので、そのまま管理をしていたんですが、今年は流木に固定していたため、このように発根して流木に着生しています。こちらの自分にくっつけている根が去年発根させた根になります。このままがっちりと着生してどんどん大きくなってくれれば嬉しいと思います。続いてはエアプランツの専門店で購入をしたストレプトフィラを紹介したいと思います。2021年3月の13日に購入した株になりますが、繊細な葉が儚く美しいということで購入しました。ただストレプトフィラはエアプランツの中でもとても特殊な種で、寒気の乾燥と雨季の湿気に耐えられるように植物体を大きく変化させることができます。写真のような状態は寒気の際に見せる状態なので、水やりを多く行い、光、風、温度を保つとこちらのようになります。こちらは2021年8月の様子なので、
購入から約5ヶ月でこのような状態に変化しています。私はストレプトフィラが好きすぎて2株目を購入してしまいました。ただ写真右側の株は楽までご購入していただいているので、私の手元には左側の株が残っています。私としては張りのあるピンとした姿でどんどん大きくなっていく姿を見るのが好きなので、当初のしおれた状態もとても美しいですが、それよりもこちらの状態の方が気に入っています。そしてさらにここから1年経過した2022年9月の現在ですが、このように小株が吹いています。実はこの株は花が咲ききらず、つぼみの状態で終わってしまいました。ただこのように立派な小株を吹いてくれました。エアプランツの花が最後まで咲かない理由は、光量不足と環境の大きな変化によるストレスが原因となっています。実はつぼみを出し始めた時期に1週間ほど雨が続いてしまい、さらにそれまでの陽気とかなりの変化があったため、明るさも足りず、このように最後まで花を咲かせることができませんでした。ちなみにエアープランツの小株は親株の大きさの3分の1ほどの大きさになったら取り外すことができます。外さずにクランプの状態で管理することもできますが、最近親株の養分が小株に流れすぎているように見えるので外したいと思います。ちなみに小株が出ている位置というのは、このように根元の位置から近い部分ではあるのですが、全く後ろではなく、このように一番外側の葉1枚2枚とめくった中に入っています。この小株がつく位置というのは品種により異なり、また個体差もあるかと思います。例えば先ほどご紹介したイオナンタでしたら、葉の内側ではなく完全に葉の外側から小株を吹いています。またこちらのコットンキャンディーという品種は、花を咲かせた後ほぼ株の中央から小株を吹いています。このように株の中心から小株を吹いています。この小株が誕生してくる位置というのは品種によってまた個体によって異なると思いますので、それも楽しみの一つではないかなと思います。こういった小株を外す際は道具などは一切使いません。このように軽く小株を持って左右に動かします。左右とこのようにちょっとずつ動かしていきます。このように外すことができました。こちらが外した小株の状態です。親株とつながっていたところはこんな風になっています。すでに立派ですね。ちなみに引き離した部分はこんな風になっています。根のようなものでつながっていたようにも見えます。小株を外すことで新たな小株を吹くこともあるので、状態を見ながら株分けを行っていただくと良いかと思います。こちらのイオナンタのように小株を外さなくてもどんどん新たな小株を吹いてくる種類や個体もあれば、小株を一株吹いた後に枯れてしまう個体もあります。そういった個体は小株を外してあげることで新たな小株を吹く可能性もあるので、状態を見るのが重要かなと思います。続いては実験的に育てていたブルボーサをご紹介したいと思います。こちらは2022年2月4日に撮影したもので、蛇行カエデという植物を盆栽風に仕立てたものにブルボーサを着生させてみました。すでに発根していたので、根が幹に触れるようにそっと蛇行カエデにブルボーサを抱かせるような形で設置しておきました。その後数日後、着生しているのを確認することができました。発根した根は1本だけで、自着した後も新たに発根してくるということはありませんでした。理由はブルボーサの上部をご覧いただくと分かるように花を咲かせているためです。エアプランツは花を咲かせるためにかなりのエネルギーを消費してしまいます。そのためエネルギーを必要とする発根をやめたのだと考えられます。そして1年以上経過した現在ですが、蛇行カエデも成長し、ブルボーサも小株を吹いています。実は最初にブルボーサを着生させていた位置は低すぎて小株が成長すると土についてしまうと思ったので、自着していた根を引っ張って外して蛇行カエデの上部に設置しました。現在では根が新たに発根して、発根した根の3本のうちの1本が樹木にくっついているような状態になっています。実は小株はこちらに1株、ここに2株目、そしてこの葉っぱをめくると中にももう1株隠れています。こういった面白い植物もラクマの方に出品していきますので、ぜひご覧いただければと思います。
ということで、エアプランツは根を出して着生したり、花を咲かせて小株を吹いたり、形状を変化させたり、とても魅力的な植物ですので、ぜひ育ててみてください。基本的には土がいらずに衛生的なので、初心者の方にもおすすめです。ラクマにて今回紹介した植物の他にも、ビカクシダの板付けやドライフラワー、ハンドメイドの商品などを販売していますので、概要欄からショップの方まで遊びに来てください。エアプランツの自生地、構造、枯らさない育て方はこちらの動画で詳しく解説していますので、もしご興味があれば概要欄にリンクを貼っておきますので、ご覧いただければと思います。これからも皆さんの園芸に役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、あとコメントいただけると泣いて喜びますので、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。